カンカン、アネックス。諸注意、並びにクレジットのこと。黒ブラック、白ホワイト。銀河英雄伝説に見る、兵法36計。第1計、満点下界。私が来ました、進行役の四国メタンです。アシスタント役のメイメイひまりでございます。今回から私たち2人で兵法36計についてと、それが銀河英雄伝説の中でどう使われたかお話ししていきます。銀河英雄伝説といえば田中芳樹先生の SF 小説。長いのでここからは銀英伝と略しますね。遥かな未来で宇宙艦隊がドンパチするお話です。雑にまとめましたね。いいの。他にもアニメ、コミック、ゲーム、舞台なども制作された作品となります。メディアミックスだね。田中先生自体が中国史に造詣の深い方ですので、戦争や戦争に中国史や兵法のエッセンスが詰め込まれています。それで兵法36計って、36計、逃げるが勝ちの元かしら。はい、南北朝時代の将軍壇道清が記した兵法書です。兵法における戦略、戦術を6系統36種類に分類したものです。兵法書なのね、大体わかったわ。南北朝時代はあれよね、三国志の後よね。はい、ムーランのモデルになった時代です。このイラスト使って大丈夫なの？ご安心ください、版元 .com で許諾の取れているものになります。さすがは我が志望、頼りになるわ。というわけで今回は兵法36計から第1計をご紹介いたします。今回は第1計のみとなります。全36回の動画になるのね、対策になるな。視聴回数が伸びなければ打ち切りだそうです。ウプ主の先制君主圧政者、我々は断固として戦いますわ。視聴者様も高評価をお願いいたします。というわけでここからは36計の解説になります。36計の第1計、それは満天下界、すなわち天を欺きて海を渡る。これは強そう、というかきっと強い。祭壇を作ってお祈りして風を鎮めて海を渡ったりする。石壁の戦いの七星壇の逆バージョンと、この場合の天とは天使、すなわち皇帝を指します。皇帝を欺くの？はい、それはこのような故事に由来します。皇帝の一行が海を渡る際に、海を怖がった皇帝は船に乗ることを拒みました。面倒くさい皇帝ね。ごもっともです。しかし臣下たちは一計を案じました。皇帝を欺く一計ね。はい、船に土を積み、その上に屋敷を築いて、あたかも陸上のように仕込みました。それで騙されて船に乗ってしまったと。バカなの？さすがに船の上に土を積み、その上に屋敷を築くなんて想像もできなかったと思います。そうね、この件で皇帝を責めるのはかわいそうだわ。このように普段に慣れているものに偽装して目的を達成する計略を、満天下界の計、すなわち天を欺きて海を渡るです。じゃあこの計略が銀英伝でも使われたの？そうなんです。しかもかなりメジャーなエピソードで、では順番にご説明しましょう。よろしくお願いします。時は宇宙暦788年、帝国暦479年。アスターテ聖域海戦が宇宙暦796年だから割と昔のことね。そして場所は自由惑星同盟領内、惑星エルフアシル。これはミラクルヤンが来ちゃう感じ？はい、この計略を使ったのはヤン、便利注意です。ミラクルヤン来た。では彼の成し遂げたエルフアシルの奇跡についてです。ここは私が説明いたします。まず銀河帝国軍が惑星エルフアシルに侵攻、同盟の守備部隊司令官リンチ少将の判断ミスで守備艦隊は改装してしまいます。しかもリンチ少将はこの時に味方を見捨てて真っ先に撤退しています。エルフアシルの民間人は軍に保護と脱出を依頼、この時に民間人脱出作戦の責任者に任命されたのがヤン注意です。士官学校を出てすぐの注意には荷が重いです。そんなヤン注意が民間人脱出計画を進める中、とんでもない知らせがヤン注意にもたらされます。リンチ少将が民間人を見捨てて部下を連れて逃亡しました。あっちゃ。この知らせを受けて民間人がヤン注意に詰め寄ります。
そこでヤンチュイは答えました。大丈夫です、あれはおとりです。リンチ少将は我々のおとりになってくれたのです。リンチ少将はその後上官を捕捉され捕虜となります。しかしヤンチュイはこの後民間人を無事に脱出させます。レーダー投下装置を起動させず隕石群に偽装して脱出したのです。リンチ少将はレーダー投下装置を使用していました。このため投下装置を使用しないものは自然物という思い込みをついたのです。先に逃げた少将をおとりにして思い込みを植え付け、それを利用しての脱出。このように普段に慣れているものに偽装して目的を達成する計略を満天下界の計となります。いかがだったでしょうか。ちなみにこのヤンチュイの脱出は後にエル・ファシルの奇跡と称されます。この時将来の奥様とも出会っています。さすがはミラクルヤン。以上が銀河英雄伝説に見る兵法36系第1系満天下界でした。打ち切りにならなければ次回は第2系異議休帳の予定です。また次回もお会いしましょう。それではちょ発表終わりました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。銀英伝と兵法36系って相性はいいけど動画としての需要は未知数ですね。ウプ主は銀英伝人気とボイスボックスの人気にあやかりつつ以前からやってみたかった兵法36系の解説を始めたのです。頑張りますので別館も応援してくださいね。せーの、よろしくお願いします。気に入っていただけましたら高評価をいただけると嬉しいです。あらあら、本音がダダ漏れですわよ。いつだって本音ですから。